はい、それでは顔を塗る第2弾ということで、女性キャラの方を塗っていきたいと思います。これがね、実はもう今まで壮大な前振り、男キャラ頑張って塗ってたんですけども、これね、壮大な前振りです。はい、こっから本番よということでやっていきますけども、やり方は一緒です。大体やっていきます、やっていきますって、色の取り方も一緒、発色いい感じで塗っていきます。もう分かっとるわと、ここ濃いんでしょと、側面からもね、顔の側面あるでしょと、鼻もちょっとちょこんとあるけどここ暗いんでしょと、で鼻筋通るんでしょと、分かってますよと言われなくてもこんな感じで、はいはいはいと。これがね、実は違う、違うんですよ。これが実は違うんですね。はい、まあ、違うというかあってはいるんですけど、違う。これの話を少ししていきたいと思います。で、美少女キャラとか可愛いキャラで、あんまりバカ正直に骨格に合わせて塗ると気持ち悪くなるし、結構事故ります。はい、事故も多いし気持ち悪くなる。で、これ結構大事で、自分もやっぱ顔の塗りとか勉強を始めた頃に、何でもかんでもすごいそのデッサン的にというか骨格的に塗ってたんですね。はい、これがね、事故の元なんですよね。鼻筋しっかり描いてみたいな。はい、ちょっとどん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 気持ち悪くなると。なので、まあ、うまいことデフォルメを効かしていかないといけないってあるんですが、はい、まず一番の事故ポイントはあれなんですよ。そもそもデフォルメのキャラって鼻筋が繋がってないこと多いです。目とこのこっからの鼻筋がね、あんま繋がってなくてね、ここ一生懸命描こうとすると繋がんない、鼻に。手はあります。どうしても目が離れたりしてるっていうのもありますね、こういうキャラっていうのは、実際の人間より。なので、そもそも無理に骨格に合わせをすると合わないんです。いろんなパズルが合わないので事故るっていうのがあります。はい、で、その上でですね、で、美少女キャラどうするかというと、もう初めに答え言っちゃいます。美少女キャラとかこういうデフォルメキャラの顔の塗り方どうすんの、結論、塗りません。はい、これね、半端ない、半端ねえ答えなんですけども、顔ってほとんど塗らないんです、実は。これがね、ミソなんですよね。壮大な前振りってのはそういうことなんですけど、だから質問としてはものすごく面白い質問なんですよね。顔の塗りってどうすればいいんですかと。答え、塗らない。一番しっかり塗るポイント一つだけあって、それはここですね、髪の毛の落ち影、ここはしっかり塗ります。こういう美少女キャラでもここだけしっかり塗る。あとはもうほぼ塗らないです、実はポイント。ってなるかもしれないんですけど、まあただね、多少は塗ってもいいかなって思うので、まあその辺の話をしていきます。ただ念頭に置いてほしいのは、そんな塗らない、それが正解。特に最近の映像見てもらえばわかると思う、あんまり顔をがっつり塗ってるキャラっていないと思います。はい、まあその辺踏まえていくと、まあ顔って球体なんで、自分はね、こうまずこう、これ玉描くのと一緒、こんな感じで塗ります。全部塗りつぶして大きめのエアブラシで削っていきます。削ってふわっとした球体感を出します。本当にふわっとです。はい、まずはこれをやっていく。なんとなく球体感だ。で、次にやるのが、男キャラで言った最後締めていくとこあるじゃないですか、締めていくとこ、濃くなるとこ、そこを重点的に塗っていきます。例えば、二重のとことか、まあ、こういうとこそうですね。出会ったりとか、鼻とかね。鼻もね、最近塗り方いろいろあるんですけど、まあ、下の方をこうやって塗るだけのやり方と、落ち影意識して、こう、三角形っぽくするやつ。これわかりますかね？この理由って。これって、落ち影が、鼻がこうあって、ここ鼻が一番出っ張ってるとこあるんじゃないですか。で、光が当たると、この出っ張ってるところの落ち影がこう来て、こうなるんですよね。
立体感がこうあって、これ鼻の側面で立体感に対して、落ち影がこうできるんですよね。落ち影がこうできる。それをデフォルメ化して描いてるのが、この鼻の立体感の話になります。なんで、それイメージ、鼻の頂点をイメージして、まあ、こんな風に描くと。ですね。で、あんまりしっかり描くと、あれなんで、目立つんで、絵が硬くなるんで、まあ、部分的に少し抜くっていつものパターンですね。抜くのもありかなと思います。で、次、口。ここもね、こう、明るくなるとこと暗くなるとこ。これは男キャラでやったとこなんで、そのままやってくれればいいと思います。あと、ほっぺたね。ほっぺたとか。ちょっと明るくなるかなとか。で、ワンチャンここ少し暗くしてもいいなと。急に男キャラに戻るんですが、急に男キャラ、ちょっと一個言い忘れてたことがあったなと思って戻るんですが、ここちょっと明るくなりますね。ここ暗いじゃないですか。暗く描いていいんですけども、ここって眼球が入ってるので、少しだけね、眼球の球体部分だけ明るくなりますね、ここ。ここに玉が入ってるイメージ。ここに眼球が入ってるんで、こうやって。そこを踏まえると、で、ここ明るくしすぎると今度全体感なくなるんで、ガッと暗くして少しここは明るくなるというのがあります。眼球入ってるイメージ。ちょっとここ明るくなります。こういうラインね。はい。だけどこれをハイライトみたいに明るくすると、そもそも奥にこう引っ込んでるっていう感がなくなるので、注意が必要という感じになります。はい。ということで戻ります。さあ戻ってきました、女性の方。はい。なんですが、で、落ち影と。まあ、ほんのりさっき言った、その、目と眉毛の間は、暗くしてもまあ、ありかなっていうのはあります。で、終わり。かな。落ち影足して終わりって感じです。これ本当にこんな感じで終わります。で、花なんですけど、最近よく見かけるのが、この描き方じゃなくて、こう、鼻のね、コロッとした丸さを出すっていうことで、こうちょっと、エアブラシで入れて、影をね。で、どうしようかな。こう鼻柱をちょっと削るっていうんですか、こんな感じで。こういう塗りを結構見かけますね、最近。こういうテイスト。で、鼻が一番出っ張ってるとこを明るくするっていうのは男性キャラでも言ったんですけども、男性キャラちょっと戻っていいですか？男性キャラに戻っていいですか？これあれだな、最後、冗談で暗くしたせいで、鼻っ柱が暗くなってるから、明るくしたいですね。ここ明るくしたいですね、ちょっとこう、感触で。はい。さあ戻ってきました、女キャラ。ということで、こう。こういった塗り多いですね、結構。で、最後は、ま、冗談で入れた後は、顔の照り返しの部分とかをこう入れていけばよろしいかなとあります。この辺ちょっとこう、はい、入れていってというとこですね。おしまい。おしまい。ちょっと、目塗りますか。目塗っておしまい。いや、本当にね、いや、本当にこうなんですよ。よいしょ。顔ってだからそう、どうやって塗るんだろうって結構悩んで、自分もそうやって、本当そうやったんですよ。悩んでわかんないわかんないって言ってたんですけど、それが大きなミステイクですね。はい。実は塗らない。簡素に塗っていくと。特にこう立体がどう、立体感っていうのは知っておく必要は絶対あるんですが、必ずしも立体感を追求することが正解ではない。分かった上であえて省略する。というのは、特に二次元においてはかなり重要になります。白目入れまーす。白目入れて、まあ、この影入れます。大事になるんですね。で、ここまでできたら、まあ、さすがにその、ここら辺のその、二重の部分は、目元の話で言ったけど、力入れたいので、ちょっとまあ、気合入れて描いていってって感じですかね。はい。な感じで、終わり。で、もう一つあって、ポイントが。これね、女性キャラ描くとき、特にそうなんですけど、あれなんで、あれしたいんですよね、あれ。ほっぺたを赤くしたい。
ちょっとね、顔を明らめたいっていうのがございまして、まあ、冗談ぐらいでピンクの頬をピュッて入れるんですけども、これね、こんな感じでちょっと入れた可愛いよねってちょっと入れたガール。入れたガールなんですけど、はい、入れたガールね。ちょっと濃すぎたな。サイド下げて、もうちょっとオレンジ味にして、例えばこんな感じで入れましたと。ほっぺたをちょっとこう赤くしたいみたいな、そういうね、思いってあるんですよ。あって、そうするとね、色がしっかり肌に入りすぎてると、例えばちょっと暗かったりすると、あんまりこのほっぺたの赤がね、目立たなくなるんですよ。結構しっかり入れないと。はい。で、肌が白いと、このほっぺたの明るさがすごく目立つようになるんですね。ちょっとした赤でも。こんな感じで。なので、それもあって、特に女性のキャラっていうのはあんまりゴリゴリ影を入れない方が、最後結果安定するみたいなとこはあります。はい。こんな感じで、サクッと終わり。まあ、まあ、気になる人は、まあ、もうちょっと、顎周りとか入れてもいいけど、まあまあ、こんなもん、ほんとこんなもんです。うっすらうっすら入れて、実はそんなにやんないと。ということで、じゃじゃんと、やってまいりました。男性キャラ、女性キャラ、顔を塗る。ということで、はい。まあ、基本的には、その男性キャラみたいな、まあ、骨格しっかりしてるキャラ、描くときは女性キャラでも、まあ、その、本来の人間の骨格に合わせて、大きく影入るところがあって、要点絞って塗っていくというのが大事になります。で、それをまず理解した上で、じゃあ美少女キャラどうすんのってなって、そのまま描くと、やっぱりいろいろ事故が起きます。やっぱデフォルメがすごく効きすぎてるので、美少女キャラは。そうした場合に、まあどういうとこ省略するかってとこになるんですが、もうほぼ全部省略します。省略して、その鼻とかその二重とか、本当に大事なポイントだけは、ちゃんと影を濃く入れるけど、そんなまあ立体感とかはそこまで大きく出さないということがポイントになります。実はね、塗らないと。女性キャラほっぺたをちょっと赤くすることも多いので、まあその場合も肌が白いとその赤さが引き立つということで、あえての色白で攻めることもまあ多いです。はい。ということでこんな感じでですね、塗ってまいりました。皆さんなんかね、こう少しでもこう参考になるところがあればと思いましたので、はい。今回ね、これにて終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、今回もね、ご視聴いただき誠にありがとうございました。次も見てみたいという方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またね、こんな講座も見てみたい等のリクエストがあれば、お気軽にコメントいただけたらと思います。以上、タカでした。